経済アナリストの森永卓郎氏66が膵臓がんステージ4と診断されたことを27日生出演した日本放送柿花ただしあなたとハッピー月期前8時で公表した。マネジメント事務所も同日マスコミに対して発表。11月に受けた人間ドックにて異常が見つかり、その後病院にて検査を受けた結果膵臓がんのステージ4と診断されましたと説明した。